オッケー、かっこいいって。おわん？北の方って言ってたな。北の塔、北の塔ってどこだ？あ、あれか。あれ行ってみようじゃあ、塔に。あの塔近そうで結構遠いな。行けるかな？うーお、大丈夫かこれ。あの塔に行こうと思ったが行けるかな。まあ行ってみるか。危な。まずはあれから。もういいや、めんどくさ。おお、まだ強そうなやつがいっぱいおるなーって。宝箱目の前にあるじゃんか。しかしこれどうやって打破しようかな。あいつあそこに落とせんかな。いった、ドン。あれ逆やった。くそ、結構痛いな。まず、たくさん作っててよかった。いた、まず落ちる。ちょっと待て、落とされた。いや、だんの石ころか。嫌かと思った。まずい、どうやって行こうかな。寝てやがる。多分上からはこんから、こっちから行くか。木の枝て、首刈り刀で。あいつも寝てんのかな。ちょっとゆっくり近づいて。無理か。不意打ちは？不意打ち。段差が一緒じゃないか。不意打ち、はい。何？ミスったじゃんか。オッケー。あ、気づかれちゃった。くそ、不意打ちできんやんけー。はい、はい、はい。お前武器持ってんの？オッケー。うま。あ、上に登れってか。なんだあいつ。くそ、気づかれたか。不意打ち、オッケー。まあでもそんな食らわなかったな。よし、今のうちに。お前結構強いんだよね。これなんだこれ。トゲモリブリンバット使えそう。これで後ろから不意打ちで一発で倒せないかな。せっかくこの服着てるんだから不意打ちを生かさないとね。やっぱりこいつ枝でも良さそうだけどな。ここに見張りがおる。でもあの見張り結構強いぞ。いけるかな。あ、一発だった。気づかれたかな。大丈夫。え、死んだよね。あいつも。オッケー。下に落ちてるし、アイテム。そう、もったいない。落ちるか。飛び込むは？降りるじゃなくて飛び込むないの？あ、ハイラルバス。さあ、あのでかいやつどうしようか。あ、宝箱そういえばさっきあったな。逃すわけにはいかんぞ。ちょっと待って、どうやって取る？ジャンプ。開く。森の漁師が好んで使うたて、癖がなく使いやすいが耐久性があまり高くない。ウサギの、なんだろうこれ、縁起担ぎ。なんか運が上がるとかそんな感じなのかな。これ気づか、あ、石がある。上から石を落とせってか。ここ一休みできんよね。よし、じゃあとりあえずからこれを、ん？これ、こいつにぶつけるためにあるんだよね。そうだよね。
はい。あ、しまった。ダメだった。おい、なんだお前その弓。えらい下に落ちたな。お前でも弓か。一方的に攻撃してやる。なんか強そうな。え、あ、大丈夫大丈夫。オッケー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 。強いなこのバット。弓なんか持っていくか。うん、弱い弓あるから捨てていこう。よしよしよし、美味しかったな。なんだ火の矢。旅人の弓はいらんね。いろいろ落ちてるけどこんなもんでしょ。あいつ後ろからやってやる。はい、どうだ味は。ケツバットの味はどうだ。これ一応バットだよな。モリブリンバットって言ってたよね。あ、宝箱だ。てれててれててん、爆弾矢。そう、欲しかったんすよ。火の矢とか爆弾矢が欲しかったんすけど、俺そういえば火の矢って出てなくないですか。うわ、強いやつ来た。これでもラッシュが決まったらかなり強いんじゃないかな。ダメか。リーチがないからこれは避けれるけど、なんでこれ判定ないんだ。マジか。結構ギリギリで避けないとダメ。いったー。くそー、ならん。うそ。あかん、ダメ。オッケー、来た。やっと来た。はい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 。遅いなー。しかも全然食らわん。まだこっから。オッケー。でも壊れちゃった。もったいなーい。この槍はあんまり強くないんだよな。よし、でも一方的に攻撃できる。オッケー。リンチリンチ。オッケー、やっと倒したわ。あの槍はなんだ。槍じゃない、剣だ。兵士の剣か。使いやすい。マックスラディッシュ。キノコ。ガッツだけ。あ、兵士の剣もう一本ある。やった。武器には困らんな。さあ、ここに宝はこれか。もっと上がありそうやけど。ゾーラの弓、おっしょ、ケイ。まだ上があるな。どこに続いてんだこれ。北の塔ってここのことか。声が聞こえたってなんだろう。夜光石。あ、もう一個。はい。さあ、モンスター出るなら出てこい。あ、まだある。なんだあいつ、空歩いてる。あれ、おっさんなのか。え、あれ何？モンスターなのか？それとも人なのか？あ、でも下にもなんかおるな。あいつら対話しとるから、不意打ちは無理か？あ、バレた。くそ。あ、ついでに。2匹同時にぶっ殺してやる。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。ちょっと待って、後ろの。やっぱり敵だよな、あいつ。だよなぁ。攻撃してきた。なんか、えらい強そうだけど、大丈夫かな、勝てるかな。よし。こいつ攻撃できるんか。届かんぞ。嫌じゃないとダメか。オッケー。あ、下に降りるんか。疲れてる疲れてる。届かん。降りてこい。嫌じゃないと降りんか。ヘッドショットか。いか、なんか怖い。なんだこの攻撃。爆発するとか。違う。氷が降ってくる、氷が。怖い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 。これ当たったら即死っぽいな。一応誘導すんのかな。当たったーってそんなに痛くないけど。ちょっと待って。固まるんか。威力はそうでもない。くそ、届かん。しかしこの攻撃長いな。いい場所に出たな。なにー。ちょっと動かして動かして動かして。レバガチャレバガチャ。どこだどこだ。やっぱ矢じゃないとダメか。矢でヘッドショットして。どこに出たどこに出た。よいしょ。あ、外した。危ね。ロックオンじゃないと。よし、オッケー。あら、降りてこん。今ヘッドショットしたよな。
そう、強いぞ、ボス並みか。何くそー、ちょろ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 しやがって。はい、オッケー。はい、壊れそう、もうか。はい、何、危ない、くそ、届かん。どこに出た、こっちかい。おーい、待てー、もう少しなのに。カリ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 、よし、落ちた。あ、倒したか、よかった、やっと倒した。え、ドロップなし、これだけ。アイスロット、あ、なんか少年から頼まれとったような気がする。でもあれファイアロットだったような。なんだこれ、どうやって使うんだ。あ、取れない、待てよ、木の枝とかいらんわ。アイスロット杖か、ここに来て初めて杖。あー、なるほど、これは凍らせて使うタイプの攻撃かな。白チュチュゼリー、なんで。あれ、白チュチュなんていつの間にか倒してた。あ、そうか、塔に続くためにこんなに大掛かりなが、なんだなんだ、なんか石になってるやつがおるぞ。これ敵だよな、あ、な、敵だよな、どう見ても敵だよな。何しとったん、あんた。やばい、痛い痛い、お前許さんからな、絶対に。この痛みを思い知れ、一方的に殴られる苦しみと痛みを分かれ。なんかちょっと違うような気がするけど、あ、下にもおるな。宝箱どこやったかな。まあいいや、塔に行こう。ラネールの塔、お、これを行ったらラネールさんが見えるんじゃないか。頑張り力が増えたから結構登りやすいぞ。やばい、ちょっと待って、ガッ、あー危ねー、ギリギリ届いた。よし、上の方から声が聞こえたって言ってたけど、なんで声が聞こえてたんだろう。これででもわかるかな。シーカーストーンを確認しました。シーカータワーを起動します。いやー、いい景色っすねー。ポワーン、あ、祠が見えましたね。あそこ行こうかな。さあ、声の正体は、周辺情報の入手を開始します。シルインストール、ポチョン、完了。で、声の正体っていうのは分かるんですか。てててて、まだまだ広いみたいですね。北の方にもなんかいろんな場所があるぞ。周辺マップが追加されました。あれ、声の正体分かんない。なん、あ、あ、おる、なんかおる、た、高い。うおー、びっくりした。お、本、失礼。小生はゾーラ族のノールというものだ。貴殿は旅の方とお見受けしたが、なぜこんなところに。あなたこそ、この人の声やったんかな。ほっ、鋭い、鋭すぎる質問でございますな。実は小生、里のシド王子と一緒にとある事情でハイリア人を探しておったのですが、うっかり昼寝してしまい、すごい音と振動で起こされたと思ったら、こんなところに。ああ、俺が起動したやつに巻き込まれちゃったんだ、すいませんね。下に降りたいのだが、高すぎてどうしたものか思案していた次第。なんとかこの下の端におられるシド王子に気づいてもらいたいのだが。というか、貴殿、ハイリア人では。そうですよ。なんとこれは幸い。あ、そこにも祠がある。シド王子見つけました。聞こえるのかな。ハイリア人がここにおります。やはりシド王子は小生のことに気づいておられない様子。こうなったら思い切ってか、ん?下の川に飛び込んでみるべきか。そうすればシド王子の元に行ける。でも天国にも行けるかもしれんぞ。いや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 、この高さ。シド王子のおそばに行く前に天国に行ってしまうわ。あ、やっぱりそうですよね。定番やったかな。ハイリア人よ、すまない。小生、シド王子の元にたどり着くのには時間がかかりそうでな。小生のことは放っておいて先に行ってくれ。本当になんかちょっと放っておけないな。一緒にワープできたりしないのかな。おおおお、今小生を押そうとした?してない?うん、押すなよってこと。押すなよ押すなよって。ダチョウクラブ?まあよい。
ハイリア人よ、すまない。うん、そうだよな。わかった。ほっとくしかないか。ごめんな。じゃあ先に行くわ。先に行く前にあそこに、祠があるから、あそこに着地したいな。でも宝箱も、まあ、あそこ行くか。宝箱、宝箱から行くか。あれに行こう。お、なんだあれ。なんか意味深なもんがあるけど、先に祠。そういえば下の方にシド王子がおるって言ってたけど、あれじゃないよな。えらい物騒なシド王子。サオコヒの祠。じゃあ、またゾーラ族がいる。ハイリア人。おお、ありがたい。トルフォー。お前ハイリア人だな。そうです。違いますに、ね、そりゃよかった。よしよし、ついてるついてる。ああ、いきなりごめん。私、ゾーラ族のトルフォー。ずっとお前のようなハイリア人を探していた。みんなで探してんの、ゾーラ族、総出で。実は私たちのゾーラの里がおかしなことになっててね。だから私たち、シド王子と一緒に強そうなハイリア人を探してたんだ。あ、あれかな、シド王子。あのシド王子なら、あの、ダルブルー橋にいる。あれ、橋なんだ。私らを助けると思って一度、シド王子の話を聞いてくれないか。わかりました。その前に、こっちが、あ、ダイマックスラディッシュ、でかいんやね。その前にちょっと祠行かせてください。ワープポイントも兼ねてね。はい、いらっしゃいましたと。力の試練、これ何、ジョイサオコヒの祠。力の試練っていうことはまた戦わないといけないのか。でも宝箱は今回ないぞ。ああ、やっぱり来た。エレベーターで追いなすって。今回でも早く終わりそう。わあ、でも今回盾があるな。なんかまた教えてくれるのかな。いや、何も教えてくれない。頑張るか。おーおーおーおお、ミサイル連発するのか。危ない。来いよ。なんだそれ。何それ、ありかそんなの。縦切りは横で避ける。で、投げ払いは後ろで避ける。無理だ。わかりやすいからまだいけるかな。また出た。これどうすりゃいいんだろう。そうすりゃいいか。よし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 。もう壊れそう。あれが出らんぞ、あれが。なんだっけ。これ避けても意味なくないか。なんか当たるぞ、絶対。よし。ん？なんだその機体。攻撃していいんだ。壊れそう。うわ、行って。そこまで痛くないか。OK、よし。次。よし、倒した。ガーディアンガード。かなり強そうな盾が出た。で、これガーディアンナイフかな。ガーディアンナイフめちゃめちゃ強いからな。あ、宝箱が見えるぞ。おー、欲しかったんだよね、古代素材。じゃあちょっと収集します。どうすか、めちゃめちゃかっこよくなったぞ。ビームサーベルとビームシールドを手に入れた。見た目がやばいな、これ。このシリーズどんどん増えていくのかな。やばい、集めたいぞ。宝箱、騎士の弓、やばい、これめちゃめちゃ強い。これは持っていこう。一心の弓捨てちゃったよ、ついに。じゃあ今回も、はい、ちゃちゃっと終わりました。序章やけどかなり強かったな。テレレレン、テレレリン、克服の証を手に入れました。2個目ですね、あと2個。ありがとうございました、さようなら。俺はシド、ゾーラ族のプリンスだ。なんか暑苦しいやつやの。